はい、ありがとうございます。先ほどまでは山口さんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところから大学卒業して何をしてたのかっていうところまでお伺いしたんですけど、この動画では開発コンサル時代のお話もあると思うんで、そこの部分深掘りさせてもらおうかなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もともとベトナムのハノイで出向して1年ぐらい計画をしてましたと。でその後辞めるきっかけになったのとあと辞めて次どこ行こうかなって思ったところの経緯聞きたいなと思ったんですけど、出向してる時に、はい、なかなか建設まで行けなかったっていうところがあって、計画っていうところ、計画のところでなかなか私がジャンプアップできなかったんですよね。なのでどうやって進めたらいいんだろうってこう悩んでた時期ではあるかもしれないですね。でもその時にいろんな人とやっぱり海外にいると会うことができて、いろんな年齢層、いろんな分野の人と会うことが日本よりも多いような気がするんですよね。へー、確かに。あと同じベトナムにいたら関係性が濃くなりそうですよね。そうですね。だからその時に開発コンサルで出張に来てた方にたまたまお昼ランチでお会いして、その時に軌道の案件で国際協力でいらっしゃってる方がいて、まあそういう軌道のプロジェクトを立ち上げるための調査で来ている方だったんだと思うんですけど、その人の話を聞くとベトナムと日本の国同士の事業だっていうのをお聞きして、そういうのをこうやってつなげるこうコンサルっていう仕事があるんだっていうのをその時に初めて知って、それこそグローカルさんがその時にもう YouTube 出していらっしゃったら、私はそこでもう情報はすでに取ってたんですけど、やりたかったですね。そう、その時本当に私は知らなかったんで、こういう国際協力ってどうやって入っていったらいいかよく分かんなかったんで、そこでもしかしたらそっちの方が自分に合ってんじゃないかと、合ってるかなとか、ダイナミックさで言うと国同士の仕事の方が浅いかもしれないけど、広く何か仕事ができるのかもしれないなって、あとは自分がゼネコンに入ったのもやっぱりこう日本のやり方とかをまず学んでっていう下地があったので、こう日本の技術を生かして何か海外で仕事できないかなと思った時に、そこの条件がバチッと合ってるような気がしたんですよね。なので仕事がベトナムの方で落ち着いたのをきっかけにコンサル会社にちょっと転職をしたっていう感じですね。そうなんですね。ちなみにコンサル会社は何系のコンサルなんですか？建設？建設ですね。そうなんですね。建設系の、はい、軌道が一番強かったですね。ちなみに軌道っていうのは何なんですか？インフラで、オリエンタルコンサルタンツグローバルという会社だったんですけど、そこでの一番大きい事業は最近だとインドの新幹線。ああ、そういうこと。そういうのか。でその中でやっぱり、ああ、分かった。それの軌道なんですね。そうです。会社の中で開発コンサルなので、起動する部隊もあれば、その中の例えば駅舎とかってなると建築が多分出てきたりとか、そういうコンビネーションでやってるような会社なので。そうなんですね。で実際じゃあそれでオリエンタルコンサルタンツに入ります。入った後どんな感じで働くものなんですか？プロジェクト単位でも動くものなんですか？私は初めてのコンサルだったので、プロジェクト単位で入らせていただきましたね。一番最初に持った国ってどこか覚えてます？もちろんもう最初からほとんど最後までネパールだったんですけど。ずっとネパールだったんですか？途中にミャンマーとかパラオとか、日本から仕事させていただくっていうのもちょこちょこあったんですけど、でも主眼はネパールで、やっぱり大きい震災だったので2015年の地震が。あ、そうなんですね。じゃあ実際地震の影響による復興みたいなのを、あ、そうです、そうです、オリエンタルコンサルタンツでやるみたいな感じ。そうですね。どっかの事業を受託してやってたんですか？ジャイカの事業ですね。あ、そうなんですね。はい、そういうことか。はい、私がちょうど2015年の4月にオリコンに入社して、で5月に地震があったんですよね。やばい、翌月にあったんですね。そうなんですよ。だからその後わーっとこういう事業が立ち上がるっていうので、プロポーザル書いて、私は書いてないですけど日本人何十人っていう規模の大きい事業だったんですよね。なのでオリコンだけではできなかったね。他のいろんなコンサル会社さんと一緒に取ったお仕事だったんですけど。なるほど。実際どうでした？ネパールの事業は最初は復興事業で入ったんですけど、その後は3ヶ月後くらいに、私はもう建築が専門なので、住宅と学校の事業に枝分かれして、そっちの事業に3年くらいですかね、携わらせていただきました。なるほど。でもなんか僕これまた聞きですけど、コンサル時代でネパール事業に関わってるじゃないですか、そこでいい人出会ったっていうのをちょっと噂で聞いたんですよ。それ本当ですか？そうですね。いやいや、もうマジか
え、でも待って、オリエンタルコンサルタントの時って出張ベースでなんか僕行くイメージあったんですけど、出張ベースです、なんか3ヶ月ペースで行くんですけど、はいはいはい、私日本に帰国しても1週間しかいなくてまた出張だったんで。そうなんですか、はい、え、それはまたネパールに行って日本戻ってきて1週間行ってまたネパール行くってことですか。そうです。だから何帰りですかこれ。家族に そういうことか。あと食料を調達したり、はい、あ、日本食。そう、その時はもう本当米も日本から持ってきてたんで、今はもうネパールで買えるお米を食べてますけど、はいはい、その時はやっぱりご飯が合わなかったから、はい、何でも日本から持ってきてて、うん、あ、じゃあもうそれは補給ですね。そうです。だからもうご飯の、はい、じゃあもう持ってきてたし、はい、え、どうやって持ってくるんですかあれ。ちゃんと電圧がね、ちゃんと220ボルトのものを買って。そうなんだ、うん、え、あれを普通に手荷物で入れてみたいな。そうです、そうです、そうです。そんな、そう、ジャーも合わないとかあります？あのコンサルの方、皆さんジャーとか、はい、ホットプレートとか持ってきますよ。どういうことだ。え、でもその期間の中でどうやっていい人を見つけたんですか？え、その方はネパール人の方ですよ。ネパール人の人で、私はその時業務調整をメインで仕事をしてたんですけど、うんうん、その時にキーボードが壊れちゃったんです。あ、パソコンの。パソコンの、はいはい、でそれも一番使う A。 いや、もう一番何も使えない。何も打てないこの。そう、これないと仕事できないっていうので。 A はダメよ。そう、せめて Z とかにしてほしいですね。で3ヶ月に1回帰るって言ってもやっぱり途中で A 打てなくて仕事にならないので。だからもう途中だからもう A なし。そう、 A なしってなって本当に困ったと思って。でもパソコンを直すようなところも全然知らんかったし、はい、友達もそんなになかったのでネパール人の、はい、でも唯一は日本の会社で勤めてた友達がいて、はい、ネパール人の、はい、でその人が彼の友達を紹介してくれて、はい、パソコン修理に一緒に連れてってくれたんですよね、はい、その今の夫が、はい、それでその時に日本人だったら一軒行ってダメだったらダメだねってなる、はい、もう彼はもう10軒ぐらい回ってくれたんです。マジですか。A のキーボードのために。そう、 A のために。それも日本語のキーボードって海外で日本語のキーボード直すって、うん、なかなかどこも受け入れてくれなくて、はい、10件回って学びましたけど、うん、絶対できないっていうか。え、待って、え、10件回ってダメだったんですか。あの10件回ってダメだったんです。あー、もうほんとダメダメだったんですけど。いや、そうなんだ、はい、なるほど。じゃあそこから知り合いになるじゃないですか、はい、知り合いになるわけですけど、まずは友達なんで。友達でもなかったですね。友達は同じ。本当に遠い。あ、そういうことか。友達に言われたからいやいや修理に連れて行かなきゃいけなかった。はいはいはい。だからもう10件探してくれるいい人みたいな。そう、もう後から聞いたらあの時本当いやいやだったって言われました。言われたんですか。もう言われた。で最初言って断ったけど、でもやっぱりしつこく言われるから、うん、2、3回目でしょうがないなって思って行ったって言われました。はい、そうなんですね。うん、逆になんかしつこかったんだよって言われてた。そう、しつこかったんだよって。まあ、あのその間に入ってる友達が何回も頼んできて。あ、そういうことですね。そういう感じだったんですね、はい、なるほど。え、でもまだ全然じゃ友達でもないと。こっから友達になって付き合いが始まるってどういうきっかけだったんですか。その2人の男性の民族がネワール族っていう、まあ、ネパールのカトマンズとか、はいはい、私が今住んでるバクタプルとかっていうところの、まあ、基礎を作った民族の人たちなんですけど、そこの文化で日本でいうお盆みたいなお祭りがあって、はいはいはい、それをの雰囲気を聞いてるとなんか長崎の精霊流しとすごい似てて、はい、絶対これは行ってみたいと思って、うん、彼の出身のバクタプルっていうのがガイジャトラっていうお祭りが一番盛大にやられてる町だって聞いて、はいはいはい、これはまたあの子に頼もう。もう嫌よ。しつこい。もう10回行ったんだから。行ったんだからもういいじゃん。もういい。それも日本人をカトマンズっていう私がその時住んでたところから、はい、そこまで混んでる時は1時間以上かかる場所なんです、はいはいはい、俺が連れて行くのかって思ったと思います。いや絶対言われました。言われませんでしたけど、最初なんで僕に聞くんだろうみたいな、多分違和感はあったみたいなのを言ってましたけど、でも私はその10回こう回ってくれたのですごい紳士だなと思っちゃったから、この子なら断らないと思って。いやもう本当連れて行けと。連れて行けよっていうのを電話したんですよ。はいはいはい。だから連れてってくれて。え、そうなんですね。はい。で、じゃあその祭りを見に行ったみたいな。その祭りを見に行って。じゃあそっからなんですね。そっからですね。なんかそっから交換を。友達みたいな。はいはいはい。はい、連絡先交換してみたいな感じ。そうですね。すごい。で付き合うじゃないですか、はい、付
き合ってネパールのデートちょっと聞いてみたくて、ネパールどこでデートするんですか？素朴ですね。素朴っていうか、めっちゃ聞きたい。素朴じゃないカップルもいると思うんですけど、はいはいはい、公園に行ったりとか、はいはいはい、ドライブとか、うん、あとはランチとかご飯ですよね、うん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 、でも大抵8時とかには切り上げるっていう感じですかね、うんうん、あ、そうなんだ。すごい健全ですね。へえ、そんな感じなんですね、うんうん、ちなみにその時の彼氏さんは何をしたんですか？彼は同じ建築家です。え、そうだったんだ、はい、で私が最初に入ってた復興事業に私が抜けた後に入ってきた方で、一応違う事業なんですけど、はい、同じ事務所で働いてたので、はい、顔は知ってるぐらいの状況でしたかね。あ、そうなんですね。あの、この動画では、はい、まあ、コンサル時代に何をしてたかっていうところと、はいはい、国際結婚されてらっしゃるんで、はい、まあ、その時の出会いみたいなところをお伺いしたんですけど、まあ、次は本題ですね、はい、ピースウィンズジャパンで今何をしているのかっていうところはちょっとお伺いできればなと思います。この動画が面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。